皆さんこんにちは、こんばんは。今回は東京駅で開催されていますカピバラさんの10周年イベント、こちらに行ってまいりました。東京駅出ますとね、すぐにこんな感じでカピバラさんと六輪車さん、それから東京一番街のコラボの、キャラクターっていうんですかね、そういうのが看板にこう載ってたりしましたね。銃にまつわるいろんなね、こう銃とか剣とかね、あとそれから塔とか、そんな感じでね、キャラクターと絡めた看板がいろいろあってよかったですね。私はカピバラさんあんまり詳しくはないんですけれども、行ったね、一緒に行った知人がカピバラさん大好きなので、もうついでに便乗してスタンプラリーも今回してきました。こちらはスタンプを4つ集めて4コマ漫画を完成させるというものなんですけれども、祝いじゃカピバラさん10周年サンキュライズマーケットということで、期間がね、11月2日から11月24日なので本当にギリギリでしたね。で、最終日は18時に終わるということなんでね、行く方早めに行ってくださいね。で、こちらカピバラさん、六輪車さん、東京駅一番街は今年で10周年ということで、すごいですね。同時10周年なんですね。だからコラボしてるんですね。で、10周年を記念してスタンプラリーを開催。4カ所巡って、スタンプを集めるとクリアファイルもらえるよっていう感じですね。4コマ漫画なんでね、こちらは順番をちゃんときちんと合わせていましたけれども、キュルットショップ東京駅店ではこんなスタンプでしたね。もぐもぐ、そういえば、みたいな。スタンプ。で、2番目の、六輪車さんでは、パーンというね、クラッカーを飛んでるようなお祝いの雰囲気のコマですね。で、お菓子ランドの前では、10周年おめでとうございますというね、他のカピバラさんがいっぱいいる。で、最後は一番プラザで、もぐもぐもぐ。ね、知らなかったみたいな感じのコマ。で、チェックがついてるのは、クリアファイルをいただくと、チェックがつけられるということですね。ゴールは一番プラザの最初。オリジナルクリアファイルはここでゲットしようという風になってますけれども、他にもね、なんかサイン会みたいなイベントがあったようですね。当然私は知らなかったんですけれども。で、実際いただいたクリアファイルこちらになりますね。テンスアニバーサリーと書かれてますけれども、カピバラさん。で、ラーメンなんかが載っててね、お待ちどーんという風になってますね。六輪車さんとのコラボ T シャツが載ってたり、ナルトがついてたりしますね。一番下は、六輪車、カピバラさん。それから東京一番街コラボだよっていう感じのね、表示がついてます。2005年からということでね。ちょうど10周年。で、裏は何も書いてなかったですけどね。このラーメン乗せてるカピバラさんいるだけで十分だなと思いました。で、実際スタンプラリー、こちらの1番目は、キャラクターストリートの中にあります常設店キュルットショップの右のところにね、スタンプが置かれてました。で、2番目は東京ラーメンストリート内にあります、当然ね、六輪車さん。で、六輪車さんの、コラボ看板っていうんですかね、なんかも載ってましたけれども、六輪車さんのお店の隅のところにね、スタンプが置かれてました。2番目ですね、こちらは。で、六輪車さんはね、コラボ商品とかもあったので、こんな感じでね、ポスターなんかも貼られてて、レジ下にはね、いろんなカピバラさんキャラクターも置かれてました。可愛かったですね、こちら。で、3番目はお菓子ランドの前にスタンプが置かれてましたね。で、最後はこちらの特設会場っていうんですかね、10周年のコラボ商品なんかがたくさん販売されてるところに、横にね、こんな感じでスタンプラリーの場所が設けられてましたね。で、実際ね、そのお店にはこんな感じで六輪車さんとのコラボレーションの、商品があったんですけれども、こちらの非売品がね、やっぱ可愛かったですね。大きいぬいぐるみ。上にラーメン乗せてますけど。で、実際私がこちらのショップで購入してきたのはこちらになります。10周年記念のコースター。一番安いもので良かったんでね。こちらを買ってきましたけどね。もう一緒に行った知人はもう当然カピバラさん大好きなんでいっぱい買ってきましたけどね。こちらは10周年コースター250円プラス税ということでね、非常にお安く10周年記念のものは記念で買えて良かったですね。これラス1だったかな。まあ、次の日にはまた新入荷すると思うんですけれどもね、この日はこれがラス1ですね。で、取り出してみるとこんな感じですね。まあ、天然コルクなんでしょうね。だからこんな感じで混在物がちょっとついてたりとかしますけどね。まあ、普通に使っちゃえば折れちゃうんで、私は気にせずこのまま使おうと思いますね。可愛いですね、カピバラさん。で、まあ、こちらのイベント会場では、こんな感じでね、大きな看板、東京スカイツリーとか雷門がついた10周年の看板なんかもあって、いろんな人が撮影してましたね。まあ、このような感じで、駆け足でお送りしましたけれども、ご視聴ありがとうございました。